カリナの面白さっていうのはやっぱりあると思うんですけど、まあ、その素朴さと、あとちょっとファジーなとこね。例えばさっき言った。ね。ソに対してソファシャープ。ラのフラット。まあ、あるいはラとソのシャープ。で、シとシのフラット。あるいはラのシャープ。ということは全部この指で、右手の、なんだこれ、薬指。で、ここのキーで大体できちゃう。まあ、他の音を押さえてもなるんだけど、まあ、とりあえずこうね。から、ドも、同じことですね。ドとシは半音なので、そうなので、レに対してもこれ、レはこうやって開けます。開けた時に持ちにくかったら、こういうとこ持ったり、親指支えたりしますね。でもこっちで咲いてます。こっちですね。で、ミこう当ててあげても、ミ親指下げておきますか。こうやりますね。もうこっち片手で持ってます、この時。片手ってことは指横にあって、こっちにあってってことです。で、この指最後まで、まあ、半音になるんですけど、つけてることが多いですね。ミファミファミって言ってます。こうなるともうちょっとどこに押さえてるんだかなかなか難しいって面もありますけど、っていうことですね。とか、それで、ね、ってなります。C フラットにしたら、ってなりますね。こういうふうになるとだんだん音楽ができるってこと。だからお金の面白いところは、ファジーで、まあ、だからよく歌ってないと、同じ半音といってもね、こう、あ、そうなの、まあ、どの楽器でもそうですけど、特に、いわゆる機械的にできてないので、そこが面白いところですね。はい、そうやってフィンガリングを工夫していったり、吹き方を工夫していきます。でした。